さあ始まりました、コンビ愛を確かめよう。はい、すごいことですね。はい、本日は、はい、ぶったまの亀社長です。ぶったまガッパです。お願いします。お願いします。ということで、今回はですね、はい、コンビ愛をこう確かめる企画ということで、さまざまな質問に答えて、どれだけ当てれるか、どれだけ一致するかみたいな、ここでコンビ愛を見ていくと、はい、コンビは強い方ですからね、僕はね。まあそうっすね、その辺のあの解散繰り返してるコンビとは ね、うん、違いますから。オミュータンズよりは全然仲良くない。オミュータンズ、オミュータンズ仲悪いから。もう相方帰っちゃったしな、もう長い棒はって。長い棒ってすぐ帰っちゃうからな、あそこは。はい、ということで、漫才劇場のチャンネル動画になっておりますと、はい、いうことで、はい。だって出会ってさ、いやそう、何年、もう20代の頃ですから、会ってるの。うん、まだ俺も20代です。20代ですから、今もう40。確かに40ですよ、もうそりゃ合うよな。合いますよ、味覚とかも全部ね、うん、もうね。でちなみに、うん、あれ言ってるんですよね、1位がもう、はいはい、1位が、10問中9問正解、そうで世間知らずさ、あー勝ちたいなあそこ、うん、で、10問中2問が誰でしたっけ。ブラゴリ、ブラゴリ。でもボケてでしょ、多分ボケてじゃない、多分。まあ、そういうことか。ああだって あれ学生時代からのな。そうね、まあ長い方、ね、長い方だから。じゃあちょっと行きますか。ボケない方がいいってことですね。でもガチでいこう、ボケない方がね、ガチでいこう。はい、わ、はい、かりました。じゃあお願いします、はい、あー、こんなもん、こんなもんです。あ、そうだ、カメラ。あ、2人が、2人が初めてそうそうそう、ガチで忘れてんじゃん、ガチでやっちゃったから。2人が初めて出会った場所は、はい、これはもう、もう、名前書く。あ、そうしようか、そうしようか。じゃあ行きます。お前そう見えるように書かない方がいいよ、マジで。あ、もうそう、あとで行くよ。俺が見なかったからよかったけど。あ、かったかった。まずな、え、はい、はいはい、仲いいですよ、仲いい、仲いいです、いいですか。はい、仲いいですよ。はい、せーの、ショーパブ J、 歌舞伎町、うん、J、 まあ、JY で J だけどな、 J。 あ、違うじゃん。まあでもまあ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 、でそこどうですか、いいでしょ。つかちゃん2問、2問でしょ、つかちゃんたち。俺2問ですか、2問やばいよ。いやでも相当難易度上げたよ自分らで。俺らはえだって質問全部一緒だから。いやでも今みたいに言ったらほら、そうそうそう、言ったら歌舞伎町でもよかったわけじゃん。そうそうそう、でも J とか言ってんだ、好感度高いよ。そうだよ、すごいよ。そうでしょ、そっちか、あ、そっちね。あ、俺ら、あ、ありがとう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 、ありが、一番好きだね。なるほどね。目立つようにちょっと構成しなきゃいい。え、俺が合わせた方がいい、カメに。で、これお互いの好きなものが一致しないとってことでしょ、言ってみたら。これどう合わせに行く方ですか。合わせましょう、合わせに行きましょう。だって9問行きたいから、こっちは。ぶったま全部正解とか見たいね。あ、そう、これはね、これは知ってますもん。はいはい、いきますよ、いきますよ。好きなネタの一番好きなネタは、はい、せーの、クゲ。おお、これはもう知ってます。これなんでかって言ったら、あの、俺喋んなくていいんで、セリフがないから。そう、はい、そうそう、いや、これあるかもな、気持ちいいわ。だってもうブラゴーリーと一緒でしょ。もう並んでるから。ブラゴーリー並んでるから。定番のネタは、はいはいはい、場所、これ前期後期ってあるな。でもそうだな、あ、どっちですか。じゃあ後期でいこう。後期、はいはい、はい、じゃあいきます、はい、せーの、ガッパ。はい、はい、すげえ、はい、うん、デリヘルの隣の部屋です。あ、やつね。デリヘルのあのね、待機所の隣の部屋です。たまに一緒になるから。だから潜在とか撮り始める、潜在写真とか撮り始めると、ちょっとネタ合わせどころじゃないですよ。一回止まんないな、ネタがな。はい、やっぱり。じゃあ行きましょう、はい、出番前に必ずすること。これリンクとかじゃないよ。ないよな。ありますね、出番前に必ずすること。必ずすること、カメに合わせた方がいい。カメだから見えるのよ、カメ。ねえ、ちゃんとやりたいから俺。真面目だな。全問正解目指してるから。え、か、俺カメに合わせるわ、カメに。はい、俺カメに合わせます。これでもマジで、これマジで。
でも出番前そんな一緒にいないからな。俺は亀に合わせます。これはせーあみんなで言うじゃん。せーのみんなでせーの花クソを掘る。これちょっといや出番前マジで俺絶対掘るの一回掘るって掘るのよ。掘るの鼻くそを掘るのよ。これクソがもうね、あクソとクソでか、クソとクソで、これどうですか。いやそういうこと俺も言ってる。全般うんこ全般出番前だもんな。一緒あまあ一緒カテゴリー一緒でしょ。クソかクソだから汚いものか。そうあじゃあ正解か。正解ですね。例えばレンちゃんか。ありがとうございます。じゃあレンちゃんで、はい、思い出の店何に対してなんだろうな。これみんな同じ質問なんですか。せーの J、うん、J か J。 やっぱその出会った出会った店で、うん、合ってたね、うん、J だね。コンビでお世話になっている先輩マジでいないんだよな。あ、いるわ。おいや今じゃないけどね、前。ああ、ね。カメちゃん、いや、あります。わかりました。すごい。せーの、チーム近藤さん。さん。すごい。そう。そういや、もう本当少なすぎて。そう。まあ、唯一飯連れてってくれた。そうだね。チーム近藤さん。あと、その、チーム近藤さんの、ファンがチーム近藤さんのファンがぶったまのことを面白くないって言ったときにチーム近藤さんガチでキレてくれたらしい。お前らお笑い分かってないチーム近藤さんが。あじゃあ次が、はい、今何問目ですか。8です。8問目はい7、はい、コンビを組んで一番嬉しかったことは。あ、はい、これはもうこれはもうねはい。これはもうこれはもうあれですよ。出るよ出るよ。そうもちろんみんな俺のこと知ってんな。これはもう、はい、いきますよ、はい、せーの主席さあ、主席え嬉しかったのあれ。いや、スイダウだろ甘えてた。あれ嬉しかったの主席。はい、嬉しかったんだ。嘘でしょ。いつまで噛んでんの。こんな言われんの。これよな、これよな。ダウンタウン松本さんに会いたいからさ。確かにそうだ。出てんだろ。そうだよ。なんならちょっと恥ずいとか言ってたからねこいつ。そうだよ。取って当たり前なんだから。嬉しかったのこの人。なんでやってんだよ。まだお笑いやっていいんだって。マジかよ。まだお笑いやっていいんだ俺って。マジ綺麗だな感じ。マジかよ。コンビ最大の喧嘩？これ知らないな。あるか。じゃあ行きますよ。はいはいはい。せーの、NSC のお芝居の、あ、そう、これ打ち上げ、これ、なんだっけ、卒業公演、演技、ショーケース、ショーケース、懐かしい、そう、そうだ、ここだ、そう、これ、これが一番、地球最後の日、で、なんだったっけな、あのね、なんだっけ、ウッチーさんで、今食べ物食べて YouTuber やってる、横山さん、横山さん、うん、とかが止めてくれた、そう。何があった？いや俺らが亀へのダメ出しずっと。ああダメ出しで。これ出席取った後なのよ。ごめんねまた出席とか言って。教えて。出席取ってちょっと亀がお前ちょっと調子乗んなよっていう。あなんかそんなこと言ってきたのよ。乗ってたんだ。乗ってない。全然乗ってない。誰に言った？やっぱこう俺が亀に。ああなるほど。なんか教室での振る舞い方とか。俺ないぞみたいな。そう大工先生の振る舞い方とか。なるほどね。ちょっとなんかね、ツッコミがどうのこうのみたいな話になって、うん、なんだけどお前頑張れよみたいな、うん、俺はもうネタ俺が全部書くからってその時にこいつが言ったの、うん、それ覚えてんの、うん、だからそっから一切もう俺はネタをみたいな、まだ喧嘩になってないからどういうそれ亀じゃなくてそういやだから喧嘩ではないのよ喧嘩でもまあ一番、うん、一番空気悪くなったなっていうのはこれかな、そのようちゃんが、うん、が止めに入ってくれて、まあまあガッパみたいな、そう、うん、これだなこれ、はい、それかこれ合ってるね、まあ、合ってる NSC 最後の飲み会うん、飲み会、うん、コンビの関係性を一言で言うとこんなんだ、あこれはもうせーの友達兄弟あーこっちか違うけどいいねいいねいいね友達、まあ、だからまあ兄貴みたいなねだから3つ上だしあー、うん、そっか兄弟かそうそうそうずっと言ってるもんなこいつコンビとしてのあはいこれはもうね
目標は、はい、これはもうこれはもうこれはもう、せーの、キングオブコント優勝ね。亀に子供を授けるはい、うん、これですはず俺はい。はず。これはもう亀に子供を授ける。いやゼロだから。はい。ゼロだから。僕が結婚して、大家族。亀間違えた。まだ撮ってる。亀間違えた。俺はず。はず。僕が大家族になって一人もらうんだ、はい。一番出来の悪いやつを亀に。悲しいな、はい、パパ。終わり。あ、終わり？で、結局は？無精神病の方。どうでした？どうでした？10問中6問。何位ですか、それは。そこそこ上。あ、行きました、はい。そろそろお別れの時間となりました。はい。ありがとうございます、皆さんも。じゃあ、ライブ告知とかあれば。はい。サバイバル。サバイバル。これ、20機が固まってますからね。サバイバルに。そっか、もうほんと、ほんと落とそうとしてきてるもういらんだろうな同期ライブが来月の8とかですよね、はい、なんかあるよね8、はい、サバイバルバトルがありますん、ね、で、はい、ということで次はどのコンビが見れるか楽しみにしてくださいと、はい、神保町の公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。はい、してください。拡散、そしてグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。以上、ぶったまでした。ありがとうございました。